え、どうしてんの、じゃあほんまに人んちとか。え、もう泊まり行ったことないです。いつも連れ込み型ですね。連れ込み型もうすぐ連れ込み。え、彼とかも、彼の家とかは泊まったことないです。32年間お泊まりしたことないです、自分の家が一番安全、安心安全。連れ込むねや。そう。風呂上がりのこだわりとか皆さん他あったりするんですか？ありそうやな。お風呂上がりってやっぱすごく乾燥するっていうのが、はい、あの怖いので、もう濡れた状態ですぐにオイルを塗ります。でそして上がってタオルドライするっていうのが毎日の習慣です。やってる。私は拭いてから、拭いてその後にスプレータイプを全身にかけます。この濡れてる状態から数秒も開かせたくないんですよね、化粧水入れるまでに、うん、だからまずビタミン C とかをバーンって原液ぶち込んだ後に、あのリップスティック型のニップのトップをホワイトニングするクリームがあって、それをちょろんちょろんってやって、スティック型だから口もちょろんってやって、あとはデリケートゾーンの美容液をトゥルンっていって、でデリケートゾーン用のオイルもまたトゥルンっていって、大体これで終わります。低刺激のオイルみたいなこと。そうですそうです、はい、潤いを与えホワイトニングする。はい、ホワイトニングしたいねんな、だいぶ。そうなんですよ、やっぱ年取ると黒ずんできちゃうし、いろいろと。一発目のビタミン C 原液でぶち込むっていうのは、それ何なの？本当高いビタミン C のアンプルなんですけど、その原液をあの